はい、まあそういうわけであと残る2日の授業を皆さんと一緒に楽しくやりたいと思いますね。でもだんだん短くなると、なんだか寂しくなりますね。でまあ来年はぜひとも行きたいなと思ってますので、あるいは皆さんの中でお会いできる方があるかもしれません。いかがでしたか？大体もう何回やったんでしょうね。6回お話をしましたね。あと4回を今日も含めてお話しすることになりますが、どうですか、みんな、もう福音書の非常に優しい言葉から話していますので、わからないことは何もないと思います。大丈夫ですね。はい。それではですね、今日のお話を始めたいと思いますが、これもまた皆さんが大変よく知っている言葉からです。マルコによる福音書の第6章の8節から11節までを一緒に読みたいというふうに思いますね。じゃあ読みましょう。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに、金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときに、そこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。まあ、大変有名なイエス様が弟子たちを伝道に送り出す時の、まあ、いわば訓練ですね。深い教えというよりも、むしろここには単純な命令、あるいは実行すべき分かりやすい、指図といいましょうかね、そういうものがここに、書かれております。でしばしばですね、この地上の人生を僕たちが生きていくためには、まあ、こういうような単純な指令とか指図とかですね、命令というものは大変役に立つというふうに思いますね。ないならば多くの場合、この地上での生活は行動が伴います。何をしようか、どうすればよいのかというふうに私たちは迷いますけども、イエス様は非常に明瞭に、何をすべきであって、どのようにそれを行うべきかということをピシッと具体的に指図を与えてくださっております。そういう意味ではイエス様は大変深い教師であり、また非常に優しい救い主であると同時に、とても実際的な、また実行力のあるお方だったんだなというふうに思いますね。で、これら今読みました言葉はヨハネでも除く他の全ての福音書に記されております。しかもこれはあたかも軍隊ですね、あるいは兵士に与えるような訓練で、とても力強く、しかも明快で、あったので、おそらくこの言葉は弟子たちに強い大きな影響力を影響を与えたというふうに思いますね。そして、この言葉は後にクリスチャンになりました者たちが繰り返し読みましたので、クリスチャンもまたですね、大変実行力のある人たちをこの言葉が生み出していったんではないかというふうに、思いますね。ですから、ここに描かれているイエス様の命令を私たちがよく読みますと、こうした事柄がこの長い2000年の歴史の中で、このクリスチャンたちの習慣といいましょうか、クリスチャンの品性といいましょうか、クリスチャンの性格、そういうものをですね、築き上げるのに大変役に立った具体的な命令ではないかと思います。ですから皆さんもぜひともですね、このいろいろと学ぶことも大事ですが、しかし実生活においては実行というものがやっぱり伴ってきます。この実行をする際にはぜひですね、このイエス様のこの訓示をしっかりと覚えていただくと、何をすべきか、どうすべきかということが
もっともっと明瞭になってくるんではないかというふうに思いますね。ではですね、そうした一つの訓示を読んでみたいと思うわけですが、第一にですね、イエス様が我々がこの地上の生活を生きていくのに、そしてまたイエス様の弟子として生きていくのに与えられた訓示は何かというと、余分なものはなるべく持つな、人生は身軽に生きよということです。これが、まあ、クリスチャンに対して、イエス様の弟子に対して最初にイエス様がお与えになった言葉ですね。とても単純な分かりやすい訓令ですね。つまり旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけませんというふうにおっしゃいました。でこの人生を生きるのに、イエス様がまず我々に勧められたのは、物に、ね、いろんなものに重点を置かない生活、これは大事ですよ、ね、物はあんまりたくさん持ってはいけません、むしろ簡素に生きなさい、まあ、そういうふうに言われたわけです。つまり物にとらわれない人生をまず生きるようにしなさい。でどうしてかというとですね、でイエス様は基本的に人生はこれは旅とお考えになりました。旅行です。皆さんはこの地上に来てしばらくの間旅をしています。そしてまたイエス様のところへ戻っていくわけですね。ですから旅の間に身軽に、そしてまた本当にイエス様が皆さんにしてほしいことをこの地上で行って、それが済んだらですね、これはイエス様のもとへ戻っていくわけです。ですからあまりにもたくさんのものを持ってですね、身動きができないような人生を生きるのではなくて、身軽に、そしてまた本当に必要なところには喜んで奉仕ができるような、そういうような心構えというものを持っていなさいというのがイエス様の一つのお願いだったのではないかというふうに思います。ですからまず覚えてください、人生は旅です。ですね、100年ほど前にまだ汽車の旅が大きな冒険であった頃、イギリスで鉄道案内という本が出ました。これは旅行者のための、まあ、注意書きを集めたものですね。で、旅立ちする前に旅行者が決めておかなければならないことがあるというふうに書き始められておりました。では何か、第一はまずどこへ行くかということをお決めなさい。当たり前ですね。次に第二はどの汽車でいつ出かけるのかですね、お決めになってください。第三にもし乗り換えが必要かどうか、必要だとすればどの駅か、まあ、こういうことをちゃんとですね、明確に知って旅をなさいという助言から、そしてその他いくつか挙げた後にですね、さらに忘れてならないことはと注意書きがあります。それはこのことです。荷物はできるだけ少ないが良いと書いてあります。これがね、旅の根本ですね。荷物はたくさん持たないでですね、できるだけ少ない方が旅行というのは非常に何と言いましょうか、このね、軽快に、そしてまた上手にできるだろうというふうに思います。ですから旅というもの、ね、人生は旅だというふうに言われているとすると、旅の一つの特徴は何かというとですね、旅そのものが物を持つ生活からしばらく離れることですね。で僕はまあ年に一度ですね、いつも皆さんの学院を訪ねさせていただきます。そうして1週間ぐらい、滞在するわけですけれども、本当に、その旅の間物が本当に少なくて、そしてまた単純な一日一日を送ることができて、僕は本当に、その1週間っていうのは自分の心を探るためにとてもいい時間だったんですね。今回は行けなくて残念でしたけれども、つまり旅をするときに、ああ物はこんなに少なくても豊かに生活できるんだなということをですね、思い起こさせてくれますね。
ですから、まあ、ある意味で、この旅の持つ一つの特徴は、物を持つ生活からしばらく離れることです。旅をするのにですね、家財道具を一式持ち歩く人なんておりません。人生も多くのものになるべくならとらわれないで、自由に生きる。で、そのためには、物はできるだけ少ない方がいいというのはイエス様の第一番目の、まあ、助言ですね。で、なぜかと言いますと、物を多く持てば持つほど、それらのものに支配され、そして自分が自分でなくなってしまう。自分を見失ってしまうんですね。ですから、今から200数十年も前に、フランクリンという人は、浪費する人間の愚かさを揶揄して、こんなことを言いました。あなた方は何か一つ贅沢品を買ったとなると、身なり全体をすっかり整えるために、当もの贅沢品を買わざるを得なくなる。最初の贅沢品を抑える方が、後に続く欲望すべてを満足させるよりは優しいと言いました。ですから、確かにね、一つ何か新しい、ね、ジャケットを買ったとしたら、そうすると中のシャツも買わなくちゃいけない。ズボンもそれに合わせて買わなくちゃいけないとか、次々とですね、余分に買わなくちゃいけないものが増えてくる。それならば、最初の贅沢品を抑えた方がずっと楽ですよっていうのが、フランクリンの言った言葉ですね。ですから、早漏という人は、その身軽に生きる生活をどうしたらよいかということについて言いました。持たず、増やさず、欲しがらず、昨日もその言葉を紹介しましたね。また、ある人は持たない暮らしという本を書いた女性の記者はですね、物にあふれ、心が落ち着かない生活から解放される道は、いくつかの習慣を身につけることだと言って、こんな習慣を挙げています。第一は、もらわないと言ってますね。いかがですか？私たちは何かをあげるというと、喜んでもらいたい気持ちになりますが、第一は、もらわない。第二は、買わない。第三は、ストックしない。第四は、できるなら代用すると言ってます。そして第六は、なしで済ます。僕はこの第六が大好きなんですね。何か買おうとするとき、それがなくてもやっていけないかと思います。なしで済ます。ですね。そうしますとですね、それだけ衝動買いから我々は解放されるのではないかというふうに思いますね。まあ、こうして第一番目にイエス様がですね、弟子たちに、この助言なさった提言は何かというと、物をね、このなるべく少なく持って、杖のほか何も持たないで、伝道に出かけなさいというふうにおっしゃいました。で、こういう一つのシンプルな生活、いわゆる単純な生活は物だけに限りません。人生の方向や方針についてももう少し私たちは狭めていいのではないかというふうに思うんですね。人生が旅でありますと、やがて僕たちはこの旅を終えますですね。ですから我々のこの地上での時間は極めて限られた時間だと言っていいと思います。ですから皆さん、私たちはたくさんのことはできない。本当に限られたことをですね、しっかりとやる必要があるというふうに思います。ですからイエス様も言われましたですね、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って、さまざまなことに気を配って心配することはやめなさい。で、そういうようなこの必要なものはみんな神様はご存知です。むしろあなた方の人生の方向についてよく考えなさい。そして本当に自分はこの地上で何をするためにこの地上に来たのか。本当に自分に課せられているものは何なのかということを立ち止まって考えなさい。そうしてまず神の国とその義を第一に求めてごらんなさい。そうすれば他のものはちゃんと与えられますよというふうにイエス様は2000年前におっしゃいましたね。ですから私たちの人生で問われているのは、私たちの人生の方向はどれだけ明瞭であるか
ということであると思います。ぜひ皆さんもですね、自分の人生においては単純な方向をしっかりと神様によっていただいて、歩まれることだと思いますね。さまざまな問題が社会にはありますが、ある時ですね、大分県の教育委員会の汚職の問題が非常に新聞で大きく騒がれたことがありました。何人かの人々が逮捕されました。みんな学校の先生たちですね、本当に大変なことでありました。教育に関わる人たちが逮捕されていく。そんな中に、こんな記事がありました。ですね、一人の女性は採用試験に何度か失敗していました。若い女性です。するとある一定のお金を持って県会議員に頼めば採用されますとある知人から話を持ちかけられました。それでですね、お母さんはその娘に言いました。お前の一生を左右することなんだからもう頼んでみるっていうのはどうだろうとお母さんが言ったそうです。するとその娘さん若い女性は言いました。そうやって先生になって子どもたちに何を教えるの。つまり自分の学校の先生になることが根本において不正によってなったとして一体その後教師になって子どもたちに何を教えたらいいのと彼女は言ってきっぱりとそれを断ったということもですね記事に出ていましたね。偉いなと思います。で一方何度か教頭試験を受けて失敗していた教師がいました。彼も言われました。合格を確実にするには、それなりの人を通さなければならない。それもただというわけにはいかない。正面切ってですね、不正を持ちかけられて、彼は驚きました。しかし、迷った末に最後は、とうとうお願いしますと言ってしまった。こうしてその人は教頭先生になったんでしょう。ところがその後ですね、こうしたことがどうも頻繁にこの教育委員会で行われていたんでしょうね。大きな問題となって新聞でも騒がれ、逮捕者もたくさん出てきました。それで彼はですね、悩み、自分もその一人だったんだと思ってですね、ついに県警に警察に出頭したと言っています。その時彼はこんな手紙をですね、子どもたちに残していました。先生は誘惑に負けた弱い人間です。あなたたちは正しいことを言える強い人間になってください。こう言ってですね、学校を辞めて、そしてですね、警察に出頭したということが新聞に出ていた。こういうふうに子どもたちに正直に言えるっていうのはとても勇気のあることだとは思いますけれども、けれどもですね、一方は若い女性は誘惑に勝ち、そして、経験を積んだ先生はですね、教頭先生になるためにその誘惑に負けてしまいました。皆さんどこに違いがあったんだと思いますか？一方は人生の方向が単純明快であったのに対して他方はあやふやであったということなんです。ですね、そういう意味でイエス様は言われました。できる限り生き方をですね、単純にしなさい。ですね、明瞭にしなさい。簡素にしなさい。物も簡素に、そしてまた人生の方向も分かりやすくですね、この簡素、することがとても大切なんだろうなというふうに思います。したがってイエス様はですね、弟子たちが世の中に出ていくときに、伝道のために出ていくときに、杖のほか何も持たないで生きなさい、簡素な生き方をして、そして伝道に向かいなさいというふうにおっしゃったんだろうと思います。ぜひですね、このことを皆さんの人生において思い起こしていただきたいと思います。本当にあれもこれも、そしてたくさんのものが私たちの人生には本当に必要なんだろうか。あるいはですね、神様が私たちに与えた本当の仕事をするためには、もっと簡素に、単純に、そして分かりやすい
生き方でいいのではないか、まあ、そういうことも思い起こしていただきたいなというふうに思いますね。で第2番目にですね、イエス様が弟子たちを使わすのに、おっしゃったことはですね、今いるところにとどまりなさいということでした。これなかなか私たちはですね、納得はいかない、嫌だなと思う時もあります。僕もそうでありました。でもですね、このイエス様はですね、彼らを使わす時におっしゃったんです。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家にとどまっていなさいと言われたんですね。これ2000年前にこの弟子たちに命令された言葉ですけども、なんとも分かりやすい言葉だろうというふうに思いますね。なぜイエス様はこんなふうにおっしゃるのか。それはどんな作物もそれが頻繁に植え替えられるなら成長は難しいです。その生命はそのたびに疲弊していくでしょう。イエス様はそのことをご存知でした。だから言われたんだと思います。とどまりなさい、そこで十分養われなさいですね。置かれたところで自分の力を十分出してごらんなさい、そこで咲くようにしなさいというふうにおっしゃった。で、とどまるというのはこれは嫌々ながら我慢してそこにとどまるということではありません。むしろ与えられたその場所をさらに豊かな意味のある場所、泉のある場所にね、しなさいというふうに言われているんだと思います。ですからどんな場所でも皆さんそれを変革することはできますですね。そこを意味のあるところにすることはできます。それはとても素晴らしいことだというふうにイエス様は思われたんだと思いますね。皆さんはロビンソン・クルーソーという人の、ね、物語をご存知ですか？読まれたことがありますか？で、その物語はその主人公であるロビンソンがお父さんから説教され訓戒を受けているところから始まりますね。で、実はロビンソン・クルーソーは自分が今いるところが嫌で嫌でしょうがなかったんです。で、だから彼は思いました。船乗りになって遠い外国へ行って荒稼ぎをしたく、そういうふうに思っていました。もうね、船乗りになりたくて仕方がなかったが、そんな彼を お父さんが戒めてこういうふうに言います。お前の兄も海外に飛び出して今どこで何をしているかわからない。どうしてお前までそんな一か八かの幸運をも求めたがるのだ。世の中で一番幸福なのは上流の人々でも下流の人々でもない、我々中流の人間だ。自分の土地を持ち誰の世話にもならず自ら働いて自分の糧を得る、そういう自活の道にこそ一番の幸せがあるというものだというふうに、説教するところがありますね。つまりこのお父さんは一か八かの人生を好まなかった。もっと地道に置かれたところで、自分の能力を発揮するということが人生では一番いいことなんだよというふうに、教えたわけですね。で、このロビンソン・クルーソーのね、この頃の何て言いましょうか、イギリスの社会は大変クリスチャンの多い社会でしたね。ですからこれは当時の中流階級のクリスチャンたちの生き方をとてもよく表しているとさえ言われていますね。でもこのロビンソン・クルーソーはお父さんの言うことを聞きません。とうとう海外に飛び出してしまいます。初めはうまくいってですね、そして金を儲けるわけですが、2度目の航海で難破して、いわゆる孤島に漂着するわけですね。そこで彼は本当に寂しい思いをします。そして未来が見えなくなりました。そんな中でお父さんの忠告を彼は思い出すんですね。そして
お父さんはその時自分に言い聞かせた。自分の置かれたところにとどまって、そこをより豊かで意味のある場所に変えていけ、とこういうふうにおっしゃった。で、それが一番幸せな人生だと父親は私に訓戒した。で、そこで彼はですね、そのことを思い出してですね、最初はですね、もう本当に悲しくて、毎日毎日海岸に出てはですね、この船が来て自分を助けてくれないかと嘆き悲しんでおったんですけれども、このまま嘆いてばかりでは何も起こらないと思いました。お父さんの言ったことを思い出そう。そしてそれに従った生活をそこで始めます。それがですね、あのロビンソン・クルーソーの中に描かれている彼の実生活の姿ですね。まず彼はですね、考えました。確かに、この孤島で暮らさなければならないのはとても不幸なことだ。しかしながら、全部が悪いわけではない。良い点もあれば、悪い点もある。そこで彼はですね、それを全部書き出すんです。これはまあ素晴らしいことですね。自分が置かれたところを分析します。第一番目に、自分が嫌な点、ここにいて自分が不幸だと思う点は何なのかということをいちいち書いていくんですね。悪い点。第一、恐ろしいことに漂着して救われる望みがない。なんで自分は不幸だってことを書きます。で第2番目に、で、身にまとうべき、衣類もない、これからどうすればいいんだと思います。しかも話し相手も自分を慰めてくれる人もいないと、こういうふうに書き出しますね。だけど、そういう悲しいこともあるけれども、良い点もある。それも書き出します。第一、他の乗組員は全部溺れて死んでしまったのに、自分は生きているじゃないか、と言います。で、第二番目に、仲間は誰もいなくて、とても孤独だけれども、この島は幸い、非常に暖かい気候のところで、たとえ衣類がなくても、ね、本当に十分に生きていけるような環境だ。と良い点を書きます。そして第3番目に、この島に流されてきたけれども、あの船は近くに流れてやってきて、漂着してそこにある、壊れてはいるけれども、その中にはさまざまな物資が残されている。生きていくのに必要なものがその中にある。これは幸せと言うべきではないか。こうやってですね、悪い点といい点をちゃんと書き出すわけですね。こうして彼はないものを求めないで、あるものの中から使えるものを見つけて、その後のですね、人生を設計していくわけです。皆さん、私たちはとても不幸な時でもなお持っているものがあります。あれは使えなくても、これは使えるというものがありますよね。私はあの点はあの人よりもずっと遅れておるし、ね、あるいは力もないけれども、しかしこの点だけは自分にできるというようなものがきっとあるだろうと思いますね。まあ、こうやってですね、ロビンソン・クルーソーはないものを求めないで、あるものの中から使えるものを見つけて、その後の生活を建設していくわけですね。僕はイエス様が言われたのもそのことだというふうに思います。今いるところにとどまり、そこを泉の湧くところにせよ。で、私も振り返るとですね、同じところにとどまるのが嫌で、神様はここではなくて、別のあの場所に私を送ってくださいというふうにね、祈ったりしたことがありました。でも振り返ってみるとですね、神様が置かれたところが結局は一番素晴らしい意味のあるところだったんだというふうに思いますね。まあ、人の幸いというのは多くの場合遠くにではなくて皆さんやっぱり近くにあるんだということはですね、このクリスチャン生活を通して私自身がね、とても、ね、教えられたことですね。まあ、もう一つだけ、例を取りましょうかね。アンデルセンの童話の中に出てくるカタツムリの物語ですね。あるいは皆さんは読んだことがあるかもしれません。
その中でですね、お父さんがですね、この家族の片隅にこういう言葉を発するんです。いいかい？僕らの住んでいるところよりいい場所なんてどこにもあるはずがないのだよ。皆さん賛成しますか？ですね。こういうふうに諭すところがあるんです。いいかい？僕らの住んでいるところよりいい場所なんてどこにもあるはずがないんだよっていうんですね。これはですね、アンデルセンのある童話に出てくるカタツムリのお父さんの言葉なんですね。このカタツムリはこのごぼう畑に住んでおりました。で、ごぼうの葉はですね、カタツムリの大好物でした。そしてそのごぼうがまるで森のように見渡す限り生い茂っているのですから、まさにそこはカタツムリの天国のようであったんですね。ところがですね、お母さんカタツムリがある時ちょっとばかり好奇心を起こします。一体ごぼうの森はどこまで続いているんでしょうね。森の外にはどんなものがあるのか見たい気がします、というふうに言うんです。そうするとお父さんカタツムリは急に怖い顔をして、森の外には何もありゃしないと断言します。そしてお母さんカタツムリをたしなめるようにさっきのセリフを言うんですね。いいかい、僕らの住んでいるところよりいい場所なんてどこにもあるはずがないんだよ、とこういうふうに言うんですね。で、なぜお父さんはこんなことを断定的に言うんでしょう、断言するんでしょうか。実はお父さんカタツムリはですね、昔のことを覚えていたんです。この夫婦が夫婦のカタツムリがですね、このブドウ畑に引っ越してきた頃は仲間がたくさんいたんです。それがいつの間にか1匹減り2匹減りして、とうとう自分たちだけになってしまいました。みんなどこへ行ったんだろう。ごぼう畑の外には何でもお屋敷というものがあって、そのお屋敷で彼らは料理されて銀のお皿に乗せられたというんですね。お父さんカタツムリはそれを知っていました。でもそれがどういうことなのかはよく分かりませんでした。みんなは他のカタツムリたちはそれを望んで出かけていったんだから、きっとそれは素晴らしいことなのかもしれないとお父さんカタツムリは思いました。でもこのお父さんカタツムリにはですね、一つの信念があったんです。それはどんな信念かというと、幸福というものは外に求めるべきではないという信念でした。幸福とはいつも手元に発見すべきである。その信念のおかげで、この夫婦カタツムリはお屋敷で料理されて銀の皿に乗せられることもなく、幸福な生涯を終えたのだというアンデルセンの童話ですね。この信念は言うまでもなく、作者アンデルセンの幸福の条件であったと言っていいかと思いますね。いかがでしょうか。で、私たちもですね、一つのですね、こういうような信念を持つということは悪いことでないと思います。イエス様もですね、出かけるときにはですね、このおっしゃいました。ね、言ったならば、ね、その一軒の家に入ったならば、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさいと、こういうふうにおっしゃいました。そして諦めないで、そこを泉のあるところに変えなさいと、こういうふうにおっしゃったんだというふうに思いますね。それが第2番目の助言でありました。で、第3番目にイエス様はですね、こんなことを弟子たちにおっしゃいました。しかしながら、あなた方が伝道していくときにうまくいかないことがありますとおっしゃった。当然ですね、皆さんの人生でうまくいかないことがあります。つまり人生には必ず拒絶があります。皆さんが拒絶されるという体験も必ず持つだろうと思いますね。しかしながらイエス様はですね、そういう人生の拒絶、自分が受け入れられないというような悲しい体験を持つことについて、それはくよくよしないで決然と受け入れなさいというふうにおっしゃいました。ですね、
イエスは言われました。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出て行くときに、そこの人々に対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさい。まあ、イエス様はですね、非常にはっきりとおっしゃったですね。で、僕から思うのは、皆さん人生というものはいつも順調というわけではありません。自分が時には拒絶され、自分が否定されるという体験をですね、することがきっとあると思いますね。で、また拒絶というのは人からだけではなくてですね、自分ではどうすることもできない境遇上のことで辛い思いをすることもあります。でもですね、イエス様は人生にはそういうものはあるんだというふうにおっしゃったんです。自分が受け入れられないと感じることはあるんだ。しかしながら、イエス様はそれにめげてはいけないとおっしゃいました。その拒絶をですね、決然と受け入れなさい。いつまでもそれにとらわれ、悩んだりしないで潔くそれを受け入れて、足の裏の塵を払い落として、先へ進め。とこういうふうに命令なさっているんです。これは素晴らしい僕はですね、提言だと思います。ある人はですね、もう傷ついてそこにとどまって一歩も外へ出ない人がいますよ。くよくよして1年も2年も3年もそこで過ごしている人がいます。私はあの人を許せないと言いながらですね、そして悩んでいる人もいます。しかしですね、私たちは拒絶されることがあります。人はみんなが私たちを大事に扱ってくれるわけではありません。ならば、私たちは堂々とそれを受け入れます。自分には欠点もあり、弱さもありですね、どうしても全ての人に気に入られないものはあるに違いない。でも、私たちはそれを受け入れて、しかしそれを持ったまま、まっすぐ歩んでいくということが大事なんではないでしょうかね。まあ、この前ですね、まあ、私たちには、まあ、2人の子供がいます。上の子はですね、もう今年50歳になるのかな。ですから、いかに僕が年寄りか分かりますね。で、下の子は今年6人、今はまだ45ですね。上の子は49ですね。で、上の子は新聞記者をしています。そして今、北京の総局で、この働いていますね。時々記事を書いたりしています。で、その長男はそういうわけで新聞記者して、下の子は娘ですけども、まあ、音楽を勉強して、アメリカの大学で勉強していましたけど、そこで出会った男性と結婚して、今、アメリカにいるんですね。ですから、長男は中国、そして長女はアメリカで、2人とも遠くにいてなかなか会えません。そしてまたコロナのこともありまして、全く会えない状況ですが、今はけれども、今皆さんとズームでお話をしていますけども、こういうものがあって、長男は毎週1回家族でこのズームを開いてくれるので、いろいろそこで話したりするので、今随分会えなくてもいろんなことができるんだなというふうに思っていますね。で、その長男には2人の子供がいて、2人とも女の子ですね。で、上の女の子は去年だか大学に受かりましたので、1人東京で生活をしています。寮生活をしているんですね。で、下の子は小学生なので、中国の北京の日本人学校で学んでいますね。で、娘の方も2人、この子供がいるんですけども、もうほとんどアメリカの学校で、日本語ほとんどできない、英語しかできないような孫ですけれども、まあ、そういうような家族ですね、僕たちはね。で、まあ、長男の子供、娘だけが東京にいますので、まあ、お正月は、ね、冬休みでも夏休みでも中国には今コロナで、帰れないですね。ですから、夏休みもここへやってきて一緒に過ごしました。正月もここへ来て一緒に過ごしたりしたんですね。まあ、
夏休みのことだったと思いますけれどもですね、1ヶ月半ほどここにいた時にですね、なんて言いましょうか、僕たちの牧師館の子供たちが過ごした部屋が2つ残っているので、その中の1室を彼女は使ったんですね。それは彼女のお父さんの部屋ですね、父親の部屋です。でそこをきれいに片付けて彼女が過ごせるように仕上げました。そうするとこの倉庫ですね、その棚の奥の方にですね、僕は長男が子供の頃に書いた作文だとか絵だとか他のものは全部捨てましたけれども、彼の作品だけは全部箱に入れて、そして奥の方にしまっていたんです。ところが孫の、つまりその長男の娘ですね、彼女はそのドアを開いて、こっそり箱を開いて、そして自分のお父さんが子供の頃に書いた作文だとかそういったものを取り出してですね、そしてですね、読んで、面白がって、おりました。で、そんなわけで、僕はですね、彼女に、言ったんですね。実はね、君が書いた日記もあるよって言ったんです。というのは子供の頃に小学校3年生の時でしょうかね、一人でこの僕たちのところに来たことがあったんですよ。で、その時に、親はその時も中国にいましたね、中国の北京にいました。ですから日本人学校から宿題が求められて、日記を書くことが宿題だったんですね。ですから彼女はここへ行きまして毎日日記を書いていました。時々覗いていたら面白いので、僕はこっそりとですね、彼女が、この帰っていく直前にその日記を全部コピーして、そしてですね、僕は小冊子にして取っておいたんですね。そしたら今度来た時に、この自分のお父さんの子供の頃の作文なんかをとても面白がるので、君のもあるよって言って、僕は持ってきてそれをですね、彼女に見せてあげました。するとですね、彼女はポツンと話し始めました。小学校3年の時、その時は私の人生で一番辛い時だったんだって言うんですよ。びっくりしましたね。小学校3年の時にそんなに人生の不幸を経験するのかと思うように思ったんですけれどもですね。で、そんなわけで、驚きましたが、どういうことかと言いますとですね、実は彼女は小学校3年まで、つまり8歳の時までずっと一人っ子だったんです。 ですから当然周りの関心をみんな独り占めにして生きていました。で、いつも話題の中心は自分にありました。ところが突然お母さんにですね、このお腹に赤ちゃんができたんですね。で、それは彼女にとってはとても不思議なことだったんですね。でも赤ちゃんがお腹にできてからはもうお母さんはその赤ちゃんのことだけをですね考えます。そしてまた周りの人も赤ちゃんのことばっかりですね考えます。で、心配します。つまり全てのことがその赤ちゃん中心に動いていくわけですね。それまでは自分中心だったんですよ。ところがだん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 自分が阻害されていきます。こうして彼女はその時ね、自分が拒絶されたと思ったというふうに話しましたね。彼女の心はだん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 不安定になっていきました。で、そして彼女は子供心にですね、そのお腹の中にいる赤ちゃんが嫌いだと、とても好きになれなかったというふうに言っていますね。で、自分がもはや家族の中心でないという事実を受け入れることができなかったんですね。その辛さを彼女はですね、生まれて初めて経験しました。で、そういう不安をずっと抱えているんですけども、お母さんが気がつかない。とうとう学校でもいろいろ問題を起こしましたね。ですから後になってお母さんが気がついて言いました。あの頃もっとあなたの方にね、思いを向けていればよかったわね、とこういうふうに言ってくれた。
けれども自分はあの時とても不安でいたことを思い出したって話してくれたんですね。そしてお腹の中にその赤ちゃんがいる時だけじゃなくて、生まれてから、まあその子が 2,3 歳になるまでは妹が好きになれなかったって言いましたよ。驚きました僕はですね。でまあ、そういうような人生の拒絶というものを本当に8歳にして経験することがあるんだ。でも、まあ、幸い彼女は 2,3 年後にはそれを乗り越えて、今ではもう本当に妹思いですね。ですから当然今は兄弟がもう一人いるっていうことに対して、妹がいるっていうことに対して非常に彼女は喜びと嬉しさをね感じています。そしてとても妹思いで、ここにいる時にもいろんなことを話してあげるとですね、妹は中国から出られないのでいつもお姉さんが日本で過ごしている、そして何度も何度も熊本の、まあ、おじいちゃんやおばあちゃんのうちに来ていることを知ってとても羨ましがるんですね。まあ、ですからこの孫はですね、この私が今使っている部屋をもし妹の、ね、志保が来たら彼女にも使わせてあげてねとか言ったりしてとても優しいんですよね。まあ、そういうようなことですが、しかしあの頃は自分がやっぱり拒絶されて非常に辛いところを通っていた。それが僕は驚いたのは 2,3 年間その戦いを、ね、持っていたっていうことは、小さな子供でもいろいろな人生の拒絶を経験していくんだな。そしてそういったことを乗り越えて初めてですね、優しさというものを持つようになるんだなということを感じたんですよね。で、彼女はですね、人生における、まあ、そういうような拒絶というものを受け入れて、彼女の魂は広げられていったんだというふうに思いますね。ですからそういう意味で人生にはどんな人にも、ね、拒絶というものはあるんだとイエス様はおっしゃったんですね。だからもしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々があるなら、そこから出ていくときはそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。拒絶は落胆しないで、ね、決然と受け入れなさい、まあ、こういうふうにおっしゃったんだというふうに思いますね。皆さん、イエス様は2000年前に愛する弟子たちをですね、この世に使わしていくときに、この助言として言われた言葉はあまりにも短く簡潔で、そして分かりやすく、ね、本当に、この参考になる助言だなというふうに思います。皆さん、この3つはイエス様があえて選んでですね、私たちに提言なさった言葉です。こんな分かりやすい言葉を3つ挙げるってなかなか難しいです。でもそれを挙げられた、これは普遍的に我らがこの地上の生活を生きていくのにとても大切なことなんではないかなというふうに思います。願わくはどうぞ皆さんもこのイエス様の言葉をですね、思い起こしながらこれからのですね、この人生を歩んでいただきたいというふうに思います。第一は、余分のものを持たずできるだけ簡素に生きなさいということですね。ね、思いは高く暮らしは低くとワーズワースは言いましたけれども、ぜひ高い思いを持って、しかし生活はですね、この簡素にですね生きていただきたいなと思います。で、第2番目は、自分が置かれたところにとどまり、それを泉のあるところとしなさい。つまりそこに意味を見出すまでは神様はですね、なるべくそこにいなさいとおっしゃるかもしれませんですね。ぜひ、皆さんも置かれたところを豊かな意味のある、かつまた泉の湧くところにしていただきたいと思います。最後に、皆さん、人生で拒絶されることはあります。辛いと思うことは必ずあります。でもそこにいつまでも留まってはいけない。むしろ決然と受け入れて、で、この足の塵を払い落として、そして前に進め、とこういうふうにおっしゃっているわけです。ぜひともですね、そうした一つのイエス様の訓示を、なんとも分かりやすい、
僕はイエス様の訓示だろうというふうに思います。どうか皆さんもこのことを思い出しながら歩んでいただきたいというふうに思いますね。はい、それではですね、お祈りをしたいと思います。天の父なる神様、今日はイエス様の訓示について学びました。2000年前にあなたは弟子たちを使わすのに何とも分かりやすい、そしてまた間違いようのないこの言葉を持って励ましてくださったことでありましょうか。私たちもあなたのこの言葉に従って自分の人生を建設していきたいというふうに思います。こうして学生の皆さんと共にイエス様、あなたが与えてくださった弟子たちに対する訓示を一つ一つこの学ぶことができてありがとうございます。これからの学生たちの人生を祝福してくださいますように、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、もうほとんど時間がない、5分しかないんですね。で、まあ、皆さんからいくつか質問があってまだ答えていない部分がありますが、もう他に質問はないんですか？あれば書いておいてください。そしてできればメールで僕に直接送ってくださってもいいし、結城さんを通してでもいいですね。あと明日しか残っていないので、できれば明日少し時間を取って質問に答えたいなというふうに思っています。で、他にここで答えていない質問は、集中して聖書を読むにはどうしたらいいですかという質問がありますので、まあ、聖書の読み方、そういうことについてもですね、多分次の授業で少し早めに終わったらばお答えしたいなというふうに思っていますね。その他皆さんはこの地域の教会、まあ、50年間ここで伝道している教会がこの田舎の地域に対してどんな影響を与えているんだろうか、地域の教会、地域の人々にこの教会はどういうふうに、この認知されていますかというような質問もありましたので、まあ、そういうようなこともですね、お答えしたいなというふうに思います。はい、まあ、そういうような感じですが、今 2,3 分では答えられないような質問もあるので、じゃあ次の時間の時に、少し時間を取ってお答えしたいというふうに思います。よろしいですか？今10時6分ですけれども、10時10分までですね。はい、昨日はちょっと早めに間違って、終わってしまいましたけど、今はじゃあ次の授業に、質問の時間を持ちたいと思います。はい、大丈夫ですね。皆さんついてきてますか？わかりますか？はい、じゃあ次の授業までお休みとします。ありがとうございました。